こんにちは、斉藤和美です。今年もいよいよプロ野球が始まりますが、ソフトバンクホークス注目選手は、まず投手はやっぱり、ポテンシャルの高いと言われているこの杉山投手ですね。先発ローテーションに入れるのか、もしくは昨年終盤適性を見た、リリーフというところで活躍するのか、まあ、そういったところは注目したいと思います。あと野手ではやはり今年、気合が入っているエバイス選手、ここ数年悔しい思いをしているので、いつも以上に気合が入っていると思います。まあ、シーズン終わった頃にどういう成績を残しているのか、個人的にも楽しみにしたいと思います。今年も日本一目指して頑張ってほしいと思います。ぜひ福岡ソフトバンクホークスを僕と一緒に応援しましょう。